皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はここに出ているんですけれども、プロッターのボールペンの開封を行いたいと思います。よければ最後までご視聴ください。今プロッターではキャンペーンが行われていまして、それがここに出ているんですけれども、筆記具を購入するとここのプエブロでできた本革のペンシースをプレゼントしてもらえるキャンペーンです。数量限定でなくなり次第終了ということなので、私もこのキャンペーンが行われていることを知ってからすぐに購入しました。プロッターの筆記具は2種類、ボールペンとシャーペンがあります。ボールペンはこの黒、ゴールド、シルバーの3色ですね。こんな感じのデザインのもの、真鍮でできています。シャーペンもボールペンと同じシルバー、ブラック、ゴールドの3色展開で、繰り出し式の仕様です。今回のキャンペーンではボールペンかシャーペン購入すると、こちらのペンシースの4色のうちのどれか1つがついてくるというキャンペーンです。ペンシースの色は選べないので、届いてみてからのお楽しみです。なので皆さんと一緒にそのワクワクを楽しもうかなと思って、届いたんですけどまだ開封していません。私個人的に欲しいなと思っているのはネイビーなんですけど、まあもちろんどれもいいんですけど、どの4色が来てももちろん嬉しいんですけど、個人的に一番欲しいのはネイビーです。さあネイビーが入っているのかということで開封したいと思います。あ、多分ボールペンだろうというものとペンシースだろうというもの、2つに分かれていたので、まずはボールペンの方からプチプチでくるまってますね。プロッターの筆記具購入するの初めてなんですけど、いや、かっこいいですね、箱が。ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここが、ボールポイントペンって書いてます。かっこいい。それで、箱のこの底面には、プロッターのロゴが印字されてます。反対側もですね。それじゃあ開けていきましょう。証書と取扱説明書が入っていました。そして本体です。もう全部が真っ黒で、このちょっとブツブツっとしたデザインになってます。インクは繰り出し式。ここにプロッターと印字が入ってます。かっこいいですね。プロッターのボールペンの特徴は、まず真鍮でできていること、そしてこのボディをよく見てもらうと、ちょっと集合体恐怖症の方は苦手かもしれないですけど、ブツブツブツってなってるんですよね。こんな感じで、これローレット加工って言うそうなんですけど、これがやることでしっかりと握れるそうです。安定して持つことができるそうです。そしてシンプル、インクはこの回転繰り出し式、音はしますけどノック式よりも音が少ないですね。私はブラックを購入したんですけど、シルバー、ゴールド、ブラックとあって、やっぱこのブラックがマットで一番無難というか使いやすいですよね。なかなかシルバーやゴールドって私には勇気がいろいろなので挑戦できませんでした。このシルバーやゴールドは結構冒険色だなと思っています。実際に書いてみましょうか。あ、書き心地もすごくいい。インクも結構濃くくっきりと出ますね。あ、私このペン好きかもしれない。サラサラと書けますし、結構重いんですけど、そこまで重すぎないから疲れないし、長期の筆記もいけるかもしれません。私このボールペン勝手に油性ボールペンだと思ってたんですけど、実際はゲルインキでした。ペン先は 0.5mm、 G
G2 型っていうものが使われてるみたいです。このボールペン真鍮でできてるというお話をしたんですけれども、真鍮だからもちろん経年変化もするそうで、それがプロッターの中に載ってるんですけど、例えば私の購入したブラックならクリップの部分が塗装がこんな感じでちょっと剥げてきたり、ゴールドだったらだんだん黒ずんできたりとか、こういった変化が出るそうで、とても面白いですね。私は自分の好み的に経年変化するものが好きなので、このペン自体も書き心地が良かったし気に入るかもしれません。しばらく使ってみようと思います。お目当てのペンシースですね、開けていきたいと思います。せーの、じゃん。ということで、これは黒かな、ネイビーじゃなくブラックが来ました。いやでも黒でもかっこいいから嬉しいな。うわ、いいじゃん。え、めっちゃいい。このペンシースはプエブロという革でできていて、プエブロってちょっと革の表面を毛羽立たせた革なんですね。なので起毛してちょっとザラザラとした触り心地があるんですけれども、このペンシース自体はその起毛が割と少ないですね。あのレザーバインダーと比較して、プロッターのレザーバインダーよりもと比較した時に起毛感が少なめです。その分触り心地が滑らか、すべすべでいいですね。本命はネイビーでしたけど、あ、これもいいな。ここに一箇所だけプロッターの刻印があります。渋い、かっこいい。で、裏面は無地、革をこう縫い合わせていて、ここで止まってます。で、中をこう入れる。プロッターのボールペンだったらしっかり奥まで入っちゃいますね。これはもう一本隙間があるので2本刺しですね。だからボールペンとシャーペンとか、今はボールペンとボールペンですけど、こんな感じで2本入れることもできます。そう、これがずっと欲しくて、でも非売品だから買えなくて、アメリカのプロッターオンラインストアがオープンした時にレザーワインダー購入で、これプレゼントかなしてたんですけど、よっぽどそこでわざわざ購入しようかなって思ったぐらい欲しかったんですよ。めちゃくちゃ嬉しい。こんなにコンパクトなペンケースというか持ち運びに良さそうなものって初めてなので、とても気に入ってます。というわけで今日はプロッターのボールペンとペンシースのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でもよろしくお願いします。